民族主義、国粋主義を謳う右翼団体に韓国籍、朝鮮籍の構成員が非常に多いと言われていますが、それについてどう思いますか？日本の国で生まれ、日本の国の中で育って、いわゆる正義感というか、男性であれば男気というか、そういうものの憧れが民族運動の中に、つながっているのではないかなと、そのように解釈しております。放送持ってたよ。